1977年の近鉄バファローズでは、1977年の近鉄バファローズの動向をまとめる。この年の近鉄バファローズは、西本幸男監督の4年目のシーズンである。前年優勝を期待されながらも4位に終わったことから、西本監督は、今年こそ A クラスにもう一度入ると、一気言でシーズンが開幕。 前期は2連覇中の阪急や南海との密ど萌えが続いたが最後は阪急の優勝を許し、前期は3位で終了。1975年同様後期優勝が期待されたが、ロッテや阪急を猛追するどころか後期はクラウンに抜かれて最下位に転落。前期を勝ち越しながらも後期で借金を作ったのが響き、2年ぶりの A クラス入りはならなかった。投手陣では、 不動のエース、鈴木刑事や神戸敏夫、を、大田浩二、井本隆柳田豊がローテーションを守り54関東はリーグ2位を記録するも、打撃陣では4番のクラレンス・ジョーンズが年齢面もあって成績を落とした。この年から鈴木が投げる試合は、有田修造がマスクを被り、井本が投げる試合は、梨田が正隆がマスクを被るようになった。百七十四年から使用のユニフォームは、 左袖が岡本太郎デザインの猛牛マークに戻り、背番号の上に選手のネームが入るマイナーチェンジが実施された。シーズン終了後、大ベテランの米田哲也が引退した。優勝はプレーオフで決定。2位以下はプレーオフの結果に関係なく、勝率順で決定。ありがとうございます。